岐阜県道56号南納関ヶ原線、養老郡養老町一式にて、岐阜県道56号南納関ヶ原線は、岐阜県海津市南納町から同県不和郡関ヶ原町に至る主要地方道に指定された県道である。起点となる国道258号との駒の交差点で、岐阜県道8号津島南納線に接続する起点、及び終点が、 一般国道の指定区間路線である国道258号や国道21号と接続し、大垣市街地を通過することなく連絡する。1991年に岐阜県と鹿児島県の姉妹県名約20周年を記念して、鹿児島県北の開口図が沿道に植栽され、薩摩開口図街道の愛称が付されている。岐阜県法規集に基づく、棄集点及び、 経過値は次の通り。海津市内、養老町内では養老山地の東側を通る。海津市の起点から養老町赤畑までの区間では養老鉄道養老線と並行する。また養老町橋詰めから大垣市上石津町、牧田、広瀬京南交差点までは牧田川の右岸を通る。 県道標識と薩摩開口図街道の標識養老町流線寺交差点にて、周辺沿線には養老ミート本社工場があり、多くの飛騨牛などの焼肉店がある、岐阜県道227号、牧田室原線との重複区間となる牧田川に架か,かる、広瀬橋、大垣市上石津町牧田にて、大垣市上石図町牧田の牧田小学校南交差点から国道21号に、 接続する終点となる、不和郡関ヶ原町一つ県交差点までの区間は、国道365号との重複区間となる。ありがとうございます。